皆さん、こんにちは。こんばんは。クロンです。今日ですが、2018年のラッキーカラーを使ったピアスを作っていこうと思います。私が調べたところ、風水的にはオレンジ、ピンク、あとゴールドも良いという情報もありました。なので、この3色を使ったピアスを作ってみたいと思います。材料のご紹介です。スクエアフレームは、パート001で、サザレイ氏のピアスを作った際に、使った余り物でございます。それでは、張り切って、作っていきます。まず、クラフトワイヤーで、装飾部分を作っていきます。長さは15センチぐらい使います。渦巻きちゃんを3つ作っていきました。くるくるくるー。2つ目の渦巻きちゃんを作るのがちょっと難しかったです。ワイヤークラフトって結構この渦巻きちゃんを作ることが多いんですよねー。練習せねば。3つ目の渦巻きちゃんをくるくるしていきます。まだまだワイヤークラフトに慣れてないせいか、すごく余計な力が入っちゃって、手が汗で大変なことになってました。なんとか3つ渦巻きちゃんができましたー。こんな感じです。これをあともう1個作ります。次に、ピアス金具接続部分を作ります。また、渦巻きちゃんを1個作ってフレームに接続していきました。ピアス金具部分はワイヤーを折り曲げた後に3センチぐらいのワイヤーを根元に巻き巻きして固定しています。準備ができたらメインの作業に入ります。マスキングテープにシルバーのフレームと装飾部分をこのように配置してレジンを置いていきます。表面は装飾部分にレジンがかからないようにしましたが、裏面は全面にレジンを置いていきました。硬化できたら薄くレジンを置いていき、スワローを配置していきます。この配置、非常に悩みました。もっと、スワローをふんだんに使った方がいいのか？でもせっかく、ワイヤーで装飾したしなぁ、ごちゃごちゃ、するかな？っていう感じで、なかなか配置が決まりません。で、結局、この感じで落ち着いたのですが、硬化する直前に、やっぱり変更したくなって、このようになりました。この後、裏面の処理を行います。最後に、ピアス金具をつけていきます。ここまで来ると、ちょっとほっとします。さあ、完成まで、あと少しです。というわけで、完成です。クラフトワイヤーの新たな可能性を、発見した気がします。次は、どんなの作ろうかなー。2018年は、ラッキーカラーを身につけて、ハッピーな一年にしたいもんです。ということで、今回はこの辺で、最後までご視聴、ありがとうございました。皆さんが、チャンネル登録してくださるおかげで、すごく励みになってます。チャンネル登録が、お済みでない方、よろしければ、ぜひご登録、お願いいたします。ではでは。